もしもし。電話してきたってことは、荷物届いたのかな。お察しの通り、中身はチョコレートだよ。せっかくのバレンタインだし、本当は直接会って渡したかったんだけど、今の情勢だと気軽に会えなくて困っちゃうね。あ、チョコレートは早く食べちゃってね。あんまり長持ちしないと思うから。もちろん手作りだよ。上手にできたと思うから変な味はしないと思うけど、愛情もしっかり込めておいたからね。ああ、来年の参考にしたいから、食べたら感想を聞かせてほしいな。うん。それじゃあ、またね。大好きだよ。